若い裁判官たちから観音菩薩のようだと言われていた三淵嘉子は、家では盲女だったという。家族に盲女とまで言われた彼女は、家庭ではどんな妻、どんな母だったのだろうか。日本初の女性法律家の一人として、先頭に立って走り続けた嘉子は、夫を専病死で亡くしてからずっと独身のまま、家族を養うために裁判官としてがむしゃらに働いてきました。そんな嘉子は41歳の時に再婚することになったのです。今回は、外では観音菩薩と言われるも、家では盲女だったという三淵嘉子の内と外の顔を紹介していきます。再婚相手とのロマンスについても紹介していきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではまず再婚相手との出会いから見ていきましょう。再婚相手は最高裁判所初代長官、三淵忠彦の息子の三淵健太郎です。三淵健太郎は朝ドラ虎に翼では、岡田将生が演じる星光一のモデルですね。そもそもの縁は、嘉子が健太郎の父である三淵忠彦と親交があったことから始まりました。嘉子が最高裁民事局で働いていた昭和23年、ある日突然最高裁長官の三淵忠彦から呼び出されました。この時まで嘉子は三淵忠彦とは全く面識がなかったのですが、嘉子の明大時代の恩師島田哲吉から嘉子の話を聞かされていた忠彦が、嘉子に会ってみたくなり呼び出したのです。この出会いがきっかけで嘉子は忠彦の民法本の改訂作業を手伝うことになり、信仰を深めていきました。ですが昭和25年、嘉子が視察のためアメリカに滞在している時に忠彦は亡くなってしまいます。嘉子はアメリカから帰国するとすぐに三淵家を弔問しました。この時の嘉子の印象が良かったのでしょう。健太郎の母は嘉子を大層気に入ったのだそうで、三淵家との交流が始まります。嘉子と健太郎はこの時が初対面だったようです。ですがこの時はまだ健太郎の前妻である嘉子が健在でしたから、嘉子と健太郎がお付き合いするようなことはありませんでした。健太郎の妻の名前は漢字は違いますが呼び名が同じ嘉子ですね。健太郎の妻は数年前から結核を患っており寝ていることが多かったようで、昭和30年には病状が悪化し亡くなってしまいます。この頃の嘉子は名古屋地方裁判所の判事に就任して3年目になっており、住み込みのお手伝いさんを雇って一人息子の吉武と名古屋で暮らしていました。そんな二人の仲を裁判官の関根小里が取り持ったことで、結婚を前提にしたお付き合いが始まったようです。裁判官の内藤頼弘によると、健太郎ははじめ、あの和田くんが僕のところへなんか来てくれるもんですかと言っていたそうです。一人息子の吉武の話によると、名古屋の家に時々遊びに来ていた裁判所の男性がいたそうなんですが、もしかすると健太郎だったのかもしれないですね。三淵健太郎は明治39年12月生まれで、大正3年生まれの嘉子より9つ上でした。東京帝国大学法学部在学中に、高等文官試験司法科に合格し、卒業後は裁判官となったエリートです。健太郎には前妻との間に4人の子供がいましたから、互いに子連れの再婚でした。健太郎の長女の話によると、健太郎は恋愛至上主義だったそうで、嘉子との結婚ももちろん恋愛結婚でした。嘉子は昭和31年5月に名古屋地方裁判所から東京地方裁判所へ転勤となり、その3ヶ月後の8月に結婚しました。健太郎50歳、嘉子41歳でした。嘉子は前夫和田義雄と死別してから10年経っていましたが、健太郎は前妻嘉子と死別してから1年しか経っていませんでした。どちらかというと、健太郎の方が嘉子に続婚だったようです。嘉子が東京へ戻ってきた頃の二人の様子を裁判官の高野光一が、追想の人三淵嘉子の109ページに書いていたので引用します。時々三淵さんのお帰りになる時刻に判事室を訪ねてくる長身倉庫の英国型紳士に気づきました。お二人の親密さはどう見てもただごとではなさそうでしたが、その紳士の方の思い入れははるかに三淵さんを上回っておりました。三淵さんもまんざらではなかったようで、嬉しそうに連れ立って帰って行かれました。私は心中密かにあの紳士は何者かといぶかっておりましたが、何かの折に、あれが最高裁調査官の三淵健太郎さんだよ。お二人はやがて結婚するのだ。
ということを人から聞かされました。なるほどそうか、見事な似合いのカップルだ、と私は思いました。微笑ましい姿が思い浮かびますね。結婚してからよしこが亡くなるまでの28年間、夫婦仲はとても良かったそうです。仲睦まじい夫婦だったことが、追葬の人、三淵よしこに寄せられていたので、いくつか引用します。追葬の人、三淵よしこ、115ページに、高木右門が寄せた追葬を引用します。ある時、旧地裁の片隅にあった本屋でお二人の姿を見かけ、よしこさんの健太郎氏に対する姿勢がおのずからなる甘えを見せていて思わず微笑みを禁ぜざるを得なかったことを覚えている。以来、よしこさんの前世が私の心象から消え去って今も出てこない。なんとも微笑ましい光景ですね。裁判官だった土井博子が、よしこと健太郎の仲睦ましさが垣間見られる一瞬を、同書215ページに寄せていたので引用します。お二人とも稀に見る優れた方々であり、また仲睦まじいご夫婦であった。健太郎判事はどちらかといえば学級的な理想主義者であり、金銭には淡白、日常家事には無頓着な方であったようで、絶えずタバコを手にしていられたが、その灰の落ちる前に夫人が灰皿で受け止めていられたことがあり、家事一切のご苦労は夫人の方にかかっていたようである。絶えずご夫君の健康に配慮され、ご退官後、ご夫君が病気に倒れられた時は遠く北陸から医療器具を取り寄せられたりして、ご自身を顧みず看護に努めていられた。こんな光景を見ると、よしこは尽くすタイプの女性だったように見えますよね。夫婦仲の良さは生涯変わることがなかったようで、よしこが退官した後に自宅を訪ねた平岡敏子が、その時の様子を同書356ページに寄せていたので引用します。退官なさってからのある日、お宅に伺わせていただきました時のこと、面倒な用件も片付いた後で、主人も一緒にとおっしゃって賑やかにお茶を頂戴いたしました。ご主人様はその時もやはり少し健康を害していらっしゃいましたが、先生は何かと年頃にご主人様の介添えをなさり、また話の輪にお入りになられるよう心を配られるなど、それはそれはお優しくて本当にそれは拝見していて心が温まるような光景でございました。健太郎は脳梗塞で体に麻痺が残っていたようで、よしこはひたむきに介添えをしていたようです。そんなよしこには、夫婦円満に過ごせるように心がけていたことがあったようです。裁判官だった伊藤雅子が結婚した時に、よしこからいただいた言葉を同書185ページに寄せていたので引用します。夫婦の間には雑草が生えやすいものです。結婚生活を続けるためには、その雑草をこまめに取り除くようにすることですよ。よしこは家庭裁判所で様々な家庭の問題に携わっており、東京家裁の若い裁判官たちはよしこのことを観音菩薩のようだと話していたそうです。そんなよしこは家族の大切さを特に強く心に刻んでいたのでしょう。このように同僚の裁判官など周囲の人々からは、よしこと健太郎の仲睦まじいロマンスが寄せられていますが、実際に家庭の中ではどうだったのでしょう。互いに子連れで再婚したのですから波風が立たずにはいられなかったようですね。よしこの一人息子の吉武は13歳、麻布中学の2年生になっており、よしこの結婚に承知はしましたが、よしこが身内の姓になっても、よしたけは和田の姓を変えなかったそうです。健太郎には前妻との間に4人の子供がいたので、物心ついてからずっと母と2人で暮らしてきたよしたけにとっては、過ごしにくいこともあったのではないでしょうか。健太郎の子供には、よしたけと年が近い長男もいたので、なおさらだったでしょうね。健太郎には、長女の中22歳、次女の夏21歳、三女の松18歳、長男の力14歳の4人の子供がいました。長女の中は、よしこと健太郎が結婚する直前に結婚して家を出ていたので、家には3人の子供が残っていました。長女の中の話によると、末っ子の力は実母をとても慕っていたので、亡くなってすぐに継母ができることが嫌だったかもしれないとのこと。長女の中は妹や弟のことをとても心配していたそうで、よしこと衝突することも多かったそうです。実はよしこは家の中ではかなり自己中心的だったようです。末っ子の力から見たよしこは、一言で言えば亡女だったとのこと。昨日仲睦まじかったかと思うと、今日はもう言い争いといった具合で、
平穏とはとても言い難い状態になったのだそうです。よしこは常に家の正義で、よしこのミスを指摘し糾弾することは大変な勇気がいることだったそうです。ただ、よしこには何の悪気もなく、自分の正義を通しただけだったようです。よしこは再婚後も凄まじく仕事をこなしており、仕事と家庭を両立させていたのですが、長女の中や長男力の話によると、逆に仕事を持っていたから世間並みのレベルで家庭を保てたのだろうとのこと。中はよしこが専業主婦で家のことしか頭になければトラブルが多くなるだろうけど、仕事を持っていれば関心が外に向くので、妹や弟のためには良いと考えたのだそうです。実際よしこはたまに料理をすることもあったそうですが、家事のほとんどは住み込みのお手伝いさんが担当していたため、よしこの関心は主に仕事に向けられていたようです。ですが家庭でのよしこは、独りよがりで自分の正義で憤慨することがあり、身内としては付き合いにくかったそうです。中はそんなよしこのことを母という感覚ではなく、父の連れ合いと思っていたそうです。よしこの息子、よしたけも、母は職業人としては感情を出さずにやっていたけれど、日常では独りよがりなところがあったと語っていました。裁判官としてのよしこと、家庭でのよしこには大きなギャップがあったようですね。ですが、健太郎の長男、力は、よしこがエゴをむき出しにする姿が好きだったそうです。よしこの死後、彼女のことを、脆くて可愛らしくて人間的だったと忍んでいたとのことです。子供たちとの関係はごたごたも多かったようですが、夫婦の関係はどうだったのでしょうか。まず、健太郎はどんな人だったのか見ていきましょう。長男チカラの見立てによると、父には会津っ子の血が流れており、頑固一徹だったとのこと。ですが、長女中から見た父は全く違っていたようです。会津っぽくはなく、イギリス紳士型で自由を愛する人だったそうです。好き嫌いが激しかったそうですが、いさかいが嫌いだったので、自分の好みと違っていても、よしこが強く出ると、うんうんと言って意見をぶつけ合わず、自分が引き下がっていたそうです。中からしてみれば、父がよしこに対してもっと強くなってほしいと思ったこともあったようです。よしこの息子、よしたけから見ても、健太郎はよしこにべったりだったそうで、中にしてみれば、父が母の言いなりになっていることへの反発があったのだろうと言っていました。なんだかんだ言っても、家庭では自己中心的でエゴを通すよしこでしたが、全く悪気がなかったことは子供たちも理解していたようです。また、彼女がひたむきに健太郎に尽くしていたことも認めていたようです。よしこも健太郎も絵や焼き物が好きで、趣味や法律の話をよく二人でしており、共通の話題が多かったそうです。また、二人でよく旅行もしたし、ゴルフにも行っていました。健太郎は理屈でゴルフをやり、よしこは力で飛ばしていたそうで、ゴルフにも性格が出ていたみたいですね。よしこも健太郎も裁判官でしたから転勤がありました。東京と甲府、浦和と新潟に離れたこともあり、いつも同居できたわけではありませんでした。互いに子供がいる再婚で複雑な家族構成になったため、大変なこともあったようですが、よしこと健太郎はとても仲が良く、充実した結婚生活を送っていたようです。昭和59年5月28日、三淵よしこは69歳で健太郎より先に亡くなりました。翌年昭和60年8月22日、三淵健太郎は78歳で、よしこを追うように亡くなりました。日本初の女性法律家の一人として先頭に立って走り続けたよしこにとって、三淵健太郎との再婚は最良の選択であり、かけがえのないものだったようですね。感情に左右されることなく、裁判官として優秀なよしことは真逆で、複雑な家族構成の中で、エゴを主張し続けたよしこ。そのギャップが微笑ましく感じられました。そんなよしこだったからこそ、人間味あふれる魅力が人を引きつけ、慕われたのではないでしょうか。ということで、三淵健太郎とよしこの再婚にまつわるロマンスや、外では観音菩薩と言われるも、家では亡女だったという三淵よしこの、内と外の顔を紹介しましたが、いかがでしたか。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回も最後まで視聴してくださりありがとうございました。